原のフジモンさん大変だ。4ヶ月前に当て逃げほどでずっと活動を自粛してただか、とうとう復活で動画アップ、原西さんと一緒に謝罪する。許されるのであればまた以前のように我々の仕事をしていきたいと思っております。それに対し温かいコメント数、相方の原西さんも、世間の皆様が許していただけるのであればもう一度相方とお会いしたい。二人の誠実な対応に応援の声多数の中、謝罪で頭を下げるたび、みんなの目線は原西のハゲかけている頭頂部に、緊張と緩和で攻めてくる。あのちゃんが大変だ、こっちも何やら謝罪動画、一週間前に YouTube 始めたばか、一体何があったのか、昨日の動画で何かあったらしく、あの昨日の動画についてちょっと話さなきゃいけないと思って、何やら数字の9について、一つだけ形おかしくないですか、明らかにサボってたよね、だって毒を逆さまにしとったら、何やら9が納得いかんらしい、最後に逆さまにするだけってひどすぎる、もう一回くらい形考えろよな、1とか2とか3とか頑張って形考えて、7までって8なんて傑作ですよ。あまりの発想のぶっ飛び具合に視聴者たちは絶賛、そして僕が9に変わる新しい9の形を考えました、こちらです。新たな9を考え出す、この動画について視聴者が、4を斜めにしただけじゃんとか、4を45度傾けただけじゃないかとか、手抜きじゃんとか、それについてあのちゃんは本当にそうだな、そしてまさかの謝罪しだす、大変失礼しました、申し訳ございませんでした、とはいえこの流れに視聴者歓喜、今後このようなことがないようにしっかり活動していきたいと思ってます。珍しく誤算レジェンド YouTuber のマスオさんが話題になっとる、赤ちゃん生まれて初お披露目の動画になったとか、いやいやそんなことではなく、とあるポストの投稿でお猿のジョージの可愛い写真、ほのぼのとこのはずが、使われてるブランケット狂気のデザイン、マスオの顔が大量にプリント、あまりの狂気に見た人恐怖、柴田さんが大変だ、収益がどうやらやばいらしい、タイトルにもある通り、僕の YouTube の広告収入が今とんでもないことになっています。登録者118万おりますが、今月の収益36万円、この10年間の活動で、この10年間で一番広告収入が低い、あっという間にネットに薄出す、 YouTuber は桃からない不調に、理由は再生数と投稿頻度、とはいえ経費の安さぶち切り、いろいろ起きてる YouTuber。